ミシナメール知識増える、ほんと。そうそう、何ループくらいできるんですか。え、全然わかんないですね、予想がつかん。明日行けないからボム食べる。食べちゃダメ、食べちゃダメですよ。タピオカ自体飲んだことない。ありゃ、足の写真集持ってますよ、もちろんもちろん持ってますよ。まだボムさん見てない。うん、3日ぶりに来ました。あら、どうしたんですか。ショットお願いしました、ありがとうございます。ナイスとミーチュー。今日のメールいいダブルだった。ゆうたさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。ゆうたさんおめでとう、おめでとうございます。おめでとう。サイン入り持ってるのすごい。ユダさんもかわいい。4冊ラゲさんありがとう。おやすみメールの写真はさっき撮ったよ。おめでとう。サンシャイン斉藤さん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。サンシャイン斉藤さん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。握手会明日はね、ミニイベントもあるのでね。そう、うん、2月って多い感じがする。お誕生日、確かに私も2月だしね。明日は踊る、踊りもしますが、ソラハちゃんマジ？ここだけの話、それ聞いていいんかな今。嬉しい、ソラハちゃん。明日ミニライブもするの。そうですよ、明日は瀬戸内巡りだから。明日行けることになりました。お、イエイ、やったね。今の声やば、変な声だった。ソラハちゃん、未来航路の道素敵です。ありがとうございます。未来航路ポチちゃん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。ポチちゃんおめでとう。イエーイ、おめでとうございます。おめでとう。端っこでも、端っこでも、あのね、右側にいたら皆さんはステージが目の前にあったら、ステージの右側にいたら私は右側にいますよ。イシケンマシンさんありがとうございます。黄昏って考えてたの。そう、嬉しい。ソ
私は上手にいる。今来ました、ありがとうございます。そう、みちの誕生日まであと10日。そうだ、10日、今日ニックだからね。ニック、右だよ。バイト終わり、お、お疲れ様です。お疲れ様。スカパラダさん、大崎上島のカズさん、ありがとうございます。コーヒー負けたっていうことですか。 3人連の順番は決まってるのか分かんない。タニモンさん、ありがとうございます。多分50音順かな、50音順な可能性が高いのかな、分かんないけど、千穂ちゃん、私、ひなちゃんかも多分ね。こんばんは、面白い、楽しみですね。握手会ね、複数年ね。ユースさん、ありがとうございます。バンジャラモンスターさん、ありがとうございます。複数レーンちょっとね、ドキドキするよね。おう、そう、全員いいだ。そう、チームいいよ。あ、昨日初めて、そう、赤い髪の子といましたね。おやすみちゅう、お、おやすみちゅう。広島に住みたい。お、まとめ出しで、でまとめ出し誰にまとめようか迷いますね。明日何話そうか、何話そうね。キーさん、ありがとうございます。千穂ちゃんに釣られて私に来てさ、私のファンの方は、私をいつも応援してくださる方は、千穂ちゃんに釣られた後に私に来てさ、こらこらって言われてさ、でもさ、その後にひなちゃんで結局釣られて楽しい。ひろしさん、今日誕生日、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。ひろしさん、おめでとう、イエーイ、おめでとうございます。おめでとう。中野さん、ポチちゃんさん、いおりさん、ありがとうございます。おめでとう。すごい、今日肉の日、誕生日多いですね。ネイマールさん、ネイマールジュニアさん、ありがとうございます。ひとしさん、ひろしさんって言いました今。ひとしさん、ごめんなさい。ひとしさん、ひろしさん、ひとしさん、おめでとう。人生初握手会をみちに捧げます。 ありがとう。ありがとう。ペペロンさん、俊太郎さん、ありがとうございます。明日久しぶりに、ありがとう、楽しみですね。ショールーム初見です、ありがとうございます。キュロスさん、ありがとうございます。お、高校広島、本当緊張して手が震えそう。いやいや、久しぶりに来た、ありがとうございます。 STU 初握手、お、明日友達が行くって、おー、おまーちくんさん、ありがとう。他のメンバーより緊張する、なんでなんで。ネイマールジュニアさん、ありがとうございます。明日寒いからね、皆さん暖かくしてきてくださいね。
ひろくんさん、ありがとうございます。クマだから誕生日おう、こんばんは。タニモンさん、ありがとうございます。わからん。おお瀬戸、うん、なんくんさん、ありがとうございます。明日ね、明日迷ってる方はでも来た方がいいよ、絶対に。うん、な気がする。そんな気がしてきましたよ。迷ってたらね、そんな気がする。うん、うん、うん、ボムさん、ありがとう。期待、ありがとう。いや、サプライズは別にし、わかんない。サプライズはが悪くなったかもしれん。迷、違うよ、迷ってるか迷ってない。迷ってたら行くか行かないかだったら行動した方がいいって最近分かったから。そう、だからそう、皆さんにもそうやって、虫が小さすぎて読めない。頭痛い時は寝る。寝る？そっか。目が。嘘が下手だな。嘘が下手だな。これで明日サプライズなかったら、あなた嘘が下手だなって。私嘘言ってないのに。違います、サプライズは、だってサプライズは私が知ってたらさ、私もサプライズがいいもん。リップしてますよ、真っ暗いやつしたけど。そう、え、コメント大きくできるの？知らん。大きくしたい。え、それがいい。寝るの？好き、小声。なんで小声なんですか？スプライト。やばい。見えん。コメントが見えない。ダメだ。こんなに近いのに。なおやさん、スカパラダさん、ありがとうございます。あー、好き、大声、大声拡張器面白い。大きくしたい。ガチで好き、ありがとう。やばい、やばい、
ぐすん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 。ギフトもギリギリ。あイラたかしさんありがとうございます。あーやばいやばいやばい。うん、カーソルってどこにあるん。やっぱこれこれやめとったんや最近、この目の下にピーってするやつ。あった方がいいかな、ない方がいいかな。タイガさんありがとうございます。マウスで広げる。マウスないわ。こんばんは。目薬ない。こんばんは。うん、ここら辺に来たらわかるわ。葉月ルーベ持ってない、買わなきゃ。タイガーさん、ユウスケさんありがとうございます、うん、そろそろ延期なんだっけ、あのなんだっけ、僕の初恋を君に注ぐはね1話しか見てない。あ、虫眼鏡ある、そこにすぐ。しょうまちゃんさんありがとう。あ、老眼それ。ミラニスタ19号さんありがとう。お腹すいた。ポンちゃんありがとうございます。虫眼鏡が出てコメント読むのいいね。あ、なんて書いてあるかな、なんて書いてあるかな、いいね。虫眼鏡持ってこようかな。シュウさんありがとうございます。うん、もう大丈夫。さっきなんかね目がぼやぼやしてたんですよ。今も大丈夫、ここでも読める。確かに疲れてるんじゃない。そうかもしれない。ウォーウォーウォーヒェイヤーウヒェイヤーウヒェイヤー。うん、ドライアイじゃない、なんか逆、なんか涙っていうかぼわってしたの。寝れなくて帰ってきた。うん、待ってましたよ。デサイズハートさんありがとう。僕のコメント読めてるよ。あ、メガネ変えた、いいね。黒縁のメガネがね好きなんですよね。ドライアイつらい、わかる。心が泣いてる。そうかもしれんわ。そうよ、多分。しょうまちゃんさんありがとう。みちが揉めすぎて見れない。そっかそっか、読みたくなるコメントを心がけて送信ありがとう、優しい。今日スプラしてないですよ。メガネ踏まれて壊された。ありゃ、別のメガネに行こうかしら。今日入試お疲れ様です。そう、黒縁メガネが好きなんですよ。うん、レックスの帽子。じゃあチハム持ってるよ、潤してあげた、潤してください。あ、ステーカーありがとう。ゲーム好きです。ゲーム好き。ハズキルーペなら踏んでも壊れないのに。確かにそうよ、ハズキルーペ買わなね。 STU メガネキャラいない。確かに、でも似合わんけんやだ。うおうお、うーん、
阪のリリーベいるよ。阿部野さん、メガネ度数合ってないから未知の顔見えない。ダメじゃん、見なきゃ。実は壊れる、嘘。数打っちゃったで、あ、それがいいですね。スイッチ買うか迷ってるから未知に決めてもらいたい。一緒にやりたいですね。そりゃこうちゃんさん、ありがとうございます。くま、面白いね。赤眼鏡ね、声かわいいですか。本当ありがとう。声褒められるの嬉しいですね、とっても。ハンマーカンマー、ハンマーカンマー、うん、メガネかけて出社するとお姉さん方にモテる。歌ってみよう。異世界のおっさん、ありがとうございます。グラサン持ってるよ。今ワントンあげた。違うよ、嬉しかったら声が上がるの。みちの全部が好き、ありがとう。いつまでするんですか。どうしようかな、いつまでしようかね。ホタテサマーさん、ビルマさん、ありがとうございます。 PS4 は持ってないけど親が持ってる。プーさんの格好をしていったら握手してもらえますか。プーさん大好きなんです、最近。ハッシーさん、ありがとうございます。プーさんめっちゃ好きなの今。プーさんほんまに好き、大好き。こんばんは、本当に好きなんですよ、プーさん。そうなんよ。なんで好きなの。プーと大人になった僕を見てから好きになった。シューさん、クマ、ありがとう。あ、プーさん、ありがとう。プーさん店見に行かなきゃ。プーさん、プーじゃ、おプーじゃない。おプーです、おプー。プーさん本当に。おプーです、プーさん意識。アイコン黄色いから体感プーさん。おープーさん。そう、めっちゃ好きな。おすすめの映画、ああネットフリックスにあったらね見れるんだけどね。そうそうなんよ、行きたいの。プーさんを求めて参戦にしたい、本当に。プーさん、はちみつ大好き。七並べでみちゃ使ってる、ありがとう。オーリーソファーローフィン。あ、ビルマさん、シゲボーさん、ありがとうございます。ハチミツ食べたいな。ブーさん、うん、そう、プーさんと言いたい、誰かと言いたい。いいな、行きたい。こんばんは、似てる？はじめつ食べたいの。ボグのはじみつがなくなっちゃった。プーさん、そう、100円かのまで行きたい。欲しい。清弘さん、ありがとうございます。本当似てます？全然似てない。そう、似てないよね。
ふうさんより似てる。お本気声。コロイチさんありがとうございます。大塚さんありがとうございます。顔がプーさんに見えてきた。それはちょっとそんな嬉しくない。眉毛こんなんじゃん。でもね、そうプーさんのねぬいぐるみが今めっちゃ欲しいの。そうそうだよ。でもなんかねあるんですよ、もう決めたものが。あのなんて言えばいいんじゃろう、もうねえって感じのプーさん。あの可愛いやつじゃなくて、可愛いやつじゃないやつ。そう大丈夫、送らなくて大丈夫。自分が部屋を片付けて、もう全て部屋がもうね自分のパッと思い通りにできた瞬間に買おうと思って、あのなんてクエストクリアの報酬みたいな感じで買おうと思ってるの。ぬいぐるみは送ってもらえますよ。そういただけるんですけど、でも大丈夫。欲しいものはね自分でね言っちゃったからにはね自分で調達しようと思ってるから、ちょっとそう産んだりみたいになったらちょっと嫌だからね、自分で買うから。ありがとう、でも送ってあげるっていう気持ちはねとても嬉しいんですけれどね。木彫りの熊はでもたまね木彫りの熊も一時欲しい時ありました。自分そう等身大のプーさんじゃろ。モンハン、そうよモンハンしよるけん最近。あれじゃクエストクリアが頭にあって洗脳されたモンハンに。未知のせいでローラーシューズ買いたくなっちゃったねえ。ローラーシューズ履きたい、本当にローラーシューズ。おねだりするときもある？わかんない。あるかな。したことあります私、皆さんに。こんがりお肉、あさ、そうね。ローラーシューズ、こんなやつじゃなくてね、こんな車のやつ、車じゃない車輪？ある？マセさんありがとうございます。来てねとかはあるけど。愛をくださいって、愛をくださいって言ったっけ。飢えてたんですね。デムニアさん、マセさんありがとうございます。モンハンうまくないけどちょっとだけ上手になってきた、上達してきた。上手に焼けました。フサイさん、マセさんありがとうございます。そうなんよ、靴みたいなやつ、そう靴みたいなやつ。愛を投げた、お、Thank you。 英単語勉強して大変大変。えなつさんありがとうございます。愛なら溢れてるのでもらってください。お、やった、グググ。おお、いいね。今日ちょっと黒目大きくない？タッチ、こんばんは。今村剛さんありがとうございます。もう1時間経ってる。こんばんは。小学生の時よく入ってた。自分も泣きたいよね、じゃけん。シュウさん、今村千代さんありがとうございます。あら早い、初めて来ました、ありがとうございます。
ぜひフォローお願いします。バス乗れたから明日広島行ける。お、まとめ出しどうするんですか。スカパラダさん、マセさん、ありがとうございます。眠そう。そうかも。いやいやいや、楽しすぎ。え、原点の初解禁したの。幕張メッセ来て、うん、行きたい。みちゅしかでしょ。みちゅ、ちほちゃん、ぴよちゃん、セグウェイ。あ、セグウェイこの前乗りました。めっちゃ難しいねあれ。呼び捨てがいいでちゅ。呼び捨てがいいですか。握手会で呼び捨てしますね。1時間前よりテンション上がってる。そうですか。そんなこともないかもしれない。目がなんか重たくて重たくて、チリパで流れて。そうなの。チリパン、友チョコください。ギリギリチョコ、地球チョコ、えぐい。いいね、みつきさん、いいよ。しゅうさん、ありがとうございます。うん、バレンタインと聞くと頭痛が痛い。皆さんいっぱいもらえそうだけどね。ありがとう。好きです。ありがとう。ラブ。お家です。お世辞やめ。お世辞じゃないよ、マジでもらえない。自分だったらあげるけどな、ね、自分はでもあれでした、あのクラスのみんなにあげるタイプのやつでした。違うよ。そう、クラスのみんながなんかクラスのみんなにあげる系のみんなだったから、そう作らなきゃって感じ。そう、まあそんな大したものは作ってないんですけど、そのタイプのチョコはカウントしない。そっか、確かにカウントされない系チョコだったのか。頑張って作ったのにな。本命もらったことない、自分女の子だもん。義務チョコ、すごい、確かにそうだ、義務チョコや。みんな作っとった。メンバーに去年はあげたんですけど、今年はあげれなさげですね。作れない気がする。そう、本命とか作ったことない。なんかね、やってみたかったね。本命は小学校以来もらってない。おお、小学校いい、いいね。全然未知のチョコ食える。作りましょうか。全然未知のチョコ食える、面白い。俺に作ってくれてもいいよ。作らないよ。本命、本命、本命にもらってください。わざわざ家に持ってきてもらった。ヒデさん、ありがとうございます。そう、欲しい。作らんのかい、板チョコ。いや、メンバーに作りたいんですけどね。全然見せましょうか。面白い、めっちゃ。えかすみそうさん、大崎上島のカズさん、ありがとうございます。
周りに作りましょうか。私に。確かに。ギリでいいんでほしいな。おお。うん。のんちゃん作るのもそう。確かに。逆チョコいいね。逆チョコ、よいしょ。すいません、昨日私チョコもらいました。チョコとキャラメル、うん、本命かも。そう、いいだろう、いいだろう。そう、コッコのママからいただきました。本命かもしれん。コッコのお母さんが、あの、私のお母さんにいつもありがとうって言いながら私に、あの、手渡してくれたんですけど、本命かもしれない、ちょっと私へのそう、あの、いつもありがとうっていうのは照れ隠しの言葉かもしれない。ね、うん、佐賀のチョコレート、確かに。テテ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 テ、おやすみちゃん。なるみさん、ありがとうございます。なんか話しましょう。チョコのリップ、お願い、バレ、ユースさん、レブニアさん、ありがとうございます。シャラララ素敵にキース、ネイマールジュニアさん、ありがとうございます。ララララ素敵にキース、ラゲさん、ありがとうございます。明日は特別スペシャルデイ、一年一度のチャンス、おたりふわふわほさに Love you。 本命を待つの本命はみちです。お、ありがとう。動画が当たりますように。みなさんに、甘い甘い恋のチョコレート、あなたにあげてみても。明日起きたら行くね。起きてください。ガトーショコラ好き。ああ、自分何を作りよったんだっけな。自分ガトーショコラが得意なんか。タビちゃん知ってますよ。 STU に乃木恋みたいなアプリ教えて。乃木恋、私ちょっと最後の手段で決めちゃう。
バレンタインデーキーステ、話題消えると歌い出す、私話題あっても歌い出す、話題あっても歌い出します。ありがとう。リボンをかけて、渡り廊下さんがあれしてるからね、コピーじゃなくてなんだっけ、コミタンさんありがとうございます。うん、瀬戸恋、瀬戸恋ってあるよね、カバー、それや、瀬戸恋、あれ瀬戸恋ってないっけ、55枚目、大阪決まったらあるのかな、大阪決まるって、あ、 T シャツだ、そうだ、瀬戸恋 T シャツだ、それや、スタッフさんの T シャツ、そうだ、私も持ってるよ、そうやんな、あ、大阪、そうなんだ、せんべい大好きよ、ねえ、瀬戸編、うん、君が好きな瀬戸恋あったら絶対道選ぶ、ありがとう、明日行きたかったな、お、会いたかったな、瀬戸恋もあれだね、本命選ぶのが大変ですね、乃木恋、ともやさんありがとうございます、迷わず道しか、 Thank you、 チャ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 、なおやさんありがとうございます、日替わりで本命変えれたらいいのにSD の本命を待つ、瀬戸恋やりたいね、瀬戸恋脱出ゲーム大好きですよ、よくやる、難しいよね、ハート型ウイルスいいですよね、並べあるから並べハート型ウイルスに、瀬戸恋やったら自分やりますよ、自分がどんな感じなのかなと思って、最近みちが頭で暴れて確かに、うん、今世界で一番優しい可愛い人とととと、自分に恋してる、確かに、うん、でも気になりませんか、自分がどんな感じになったのかなって、ミントわからんじゃん、全部写真もらえるわけじゃないので、みんながどんな風に自分を、みんなが見てる自分はどんな感じなのかさ、見とかんとさって感じじゃない、複数制度あればいいのに、お、 DD 発言ですね、
そう、私こんなこと言ってるんや。確かにそうよ。惜しかった。3位、2位、惜しかった。次は頑張ろう。なんていうけ、3位、悔しいっていうやつ。七並べ、でも七並べ音切っとんよじゃん。そう、音楽聴きながらできるようにね、音切ってるんですよね。あー、はい、お風呂いいね。トンネルだよ。2位、惜しかったじゃなかったっけ。あー、はい、なんだっけあれが、なんだっけあれ、音楽聴きながらやっぱね、未知の声好きだから七並べめっちゃ大音量でしてる。家でよく皆さん七並べをさ、なんか電車で流しちゃったみたいな、朝配信のコメントとかで多いけんさ、恥ずかしい。お知らせがあるみたいだよ。ボイスタンプ、確かにボイススタンプいいね。3位、悔しい。4位、次は頑張ろう。あれ難しかったんよね。そう、なんか楽しい感じで言ってみたいな、ちょっと残念な感じで言ってみたいな感じだったから、そう、悔しい。次は頑張ろう。そうです、バイト中に大音量で流して怒られた。ほらやんね。タッキーさんありがとうございます。似てるでしょ。そう、サンキュー。道押しにしてアプリやりたくなった。ほんと、目は大丈夫、目大丈夫になりました。講義中やばっ。そうです、スタンプ表示切ってやってる。スカパラダさんありがとうございます。道で聞くんでる、ありがとう。トロちゃん、みちここ、トロみちここありがとう。そう、ボタンを押せばプロフィール言ってもらえる。それあんまりあれですよね、知られてないですよね。ナイス・トゥ・ミチューって言ってるんですよ。そう、なるみさんありがとうございます。この前全員バーストした、すごい。ガチャで全然ミチューが出てこない。私も、私全然出てこん。控えめにみちゅって言ってるのが面白い。そうなんよ、ちょっと自分で言うの恥ずかしくてさ。スタッシュタンプ、みちのやつだけ持ってる。なんで自分の今のスタンプデッキはね、ポンポン持ってるやつとバーストロブとイエと好きなソットナイスとみちゅ、ナイスとミーチューや。いっぱい買ってるんですけどね。そう、何ぬねのんちゃんとかね、入れたかったし持ってたいんですけどね、なんせ使い時がなくて。そう、何ぬねのんちゃん、ナイスとミーチューはね本当に使いやすいよね。そう、そう、スタンプ枠少ない、わかる、少ないよね、わかる。バイチャラポはね、あのね、バーストした方にはさ押せないじゃないですか、バイチャラポなんて。じゃけんさ、そう、最後に、最後の方々が戦ってる時とかに押そうって思ったら、なんかシュシュンってやってね終わるんですよ。なんか自然に終わるさ。ちょっと前ってさ、もう押せんくなっとるじゃん。
だけど汚染くんバイチャラポバイチャラポって押してもねダメだったんや。じゃけんちょっとやめた。バーストロブも自分がバーストした時しか使ってない。そう、そう、あれ難しいよね。バーストロブで煽るの楽しい。ひでえやっちゃ。何ぬねのんちゃんはどんな時に使いますか。で、何ぬねのんちゃんのスタンプ持っとった時はもう全然ねいつでも使ってた。何ぬねのんちゃんって思った時に使ってた。今宵もまた対戦しましょう。じゃけんねやっぱりねナイストゥミーチュー、ナイストゥミーチューがいいんよね。僕もよく何で飲んじゃって思う時ある。やっぱ可愛いよね。今ブランドを使ってます。今ブランドないよ。今ブランド。そうバーストロブし、バーストした後にウケるっていうのがさあるよね。面白い。あれはやばい。ウケるわ。面白いよね。葵ちゃんだっけ。受ける。そう、そう、丸バツまだ持ってますよ。お疲れんごんって煽られて、煽られたのそれ。明日行くべ。ありがとう、待ってます。あと私となんか本人登場ってなるじゃないですか。私と当たったら、私と当たってベラーンって星がいっぱい飛んでさ、自分がこうやって出てきてさ、でさ自分がナイストミーチューってさいうスタンプ押したらさウケるって決着にするけんさ、ウケてるのみたいな。そう、どういうタイミングでウケとるのかわからんけどさ、ウケるってさ押しててからさ、なんかそう受けられたって思った。なるみさん、ラゲさんありがとう。当たんないから分かんない。当たりたいね。明日じゃあやりますね、いっぱい。うん、受けられそう。あた、なんかそうね受けられたの、本人登場したら。俊太郎さん、良平さん、スカパラダさん、かすみそうさん、ありがとうございます。みんなウケるかって言ってる。そう、ウケるもなかなかの煽りですよ。だから煽られたってバーストしてウケるもやばい。本当にやばい。みちをバーストさせてしまった。30個ハート使ったのに当たらなかった。ほんと？ほんまに人の不幸で飯が食える。ひどいやっちゃ
あ、1枚も出せずにバーストしたことある。辛いですよね。確かにバーストの分よりバイチャラポよりウケるが一番強いかも。ウケる強すぎるな。自分もウケる顔ウケる顔。あとあの誰、これ誰かが絶対止めとるわこのパターンっていう時あるじゃん。ここのこことここの両端絶対誰かが止めてるっていう時にさ、心に愛よって押してさ、自分がもし止めとってさ、心に愛よっていうスタンプを押されたらさあ、出さなきゃってなりません？ある？なるよね、やっぱならん、絶対出さない。え、なるくない？心に愛よって言われたら、やっぱりこういう時に他の人にも心に愛を持っていかなきゃいけないんだなって、そう、そのスタンプでなんか気づかされて、押さなきゃっていう気持ち、出さなきゃっていう気持ちになる。そう、心に愛を持つ要因よ。じゃけん煽りじゃないけど策略として強い。そう、煽りなのかな。いつも止めて高笑いしてる。やば、性格やばやばい。しゅうさんありがとうございます。そんな効果がある。そうそうなんよ。そう、メンバー毎回本人登場じゃけん、そうね、皆さんよりはねコインがたまりやすいんですけどね。じゃけん当たりたいでしょ。自分と当たったらコインがいっぱいもらえますよ。一番みんなが使ってるスタンプはナイストミーチェでしょ。この皆さんはそうかな、どうですかね。メンバーとやるとき気を使う。自分よくバーストさせられるよ。なんかみんな連携、なんか友達なんかなっていうぐらいパス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 って。挨拶スタンプ、挨拶系スタンプ、私のまだメンバーとやったことない。おー、じゃあ明日いっぱいやろう。明日何ねねのんちゃん一番使って、あ、かけ狂いね見ました。1話目面白かったけんね、かけ狂い見ようと思うし、映画も見に行かなきゃ。そうそうそう、面白かった。そう、マリッカさん、マリカリカリマリカ、明日は10時から1時間ぐらいはやると思う、集中的に。あとはバラバラにやってる気がする。明日の朝配信は9時からです。私もマリッカさんのやつが好きなんですよ。10時はバイト、バイト、バイト中やった。そうか、サークル皆さん多忙ね。久しぶりに酔ってる。え、誰に？もちろんみちに。バイキンキンさんありがとうございます。名前だが面白い。 LL に行ってる気がする。早いね。なおやさん、ラゲさん、ありがとうございます。どうもありがとう。おやすみメールに2枚目あったの今気づいた。ちゃんと見てね。なるみさん、ありがとうございます。明日は日曜日だから、あ、
私恋する161号5センチセンチメンタル、夜もしたいんですけどね、できないんですよ。やりたい、めっちゃ1時2時とかね、夜中の本当に七並べタイムって感じ。私の気持ち、七並べ一番やりたくなる時だけど、できないんです。できないとやりたくなるのかな。そう、リサイズハットさんありがとうございます。会えてきますか。その時間がゲームしたくなると。そうなんだ、そっかそっか。エトランツ見たことあるかも。そう、生誕祭緊張してる。そうなんですよ、朝からずっとね。そうそうそう、七並べね、全くならん。ちょっと早く終わって一回だけやろうかな。夜行性、そうかも、夜行性かも。明日行きます。お、待ってます。まひなちゃんと5時に当たった時はびっくりした。本当？そう、自分もでもね、5時から7時までやっとった時ね、200円からねやったりした。よし、じゃあやろう。59分に押しますね。確かに5時からやろうかな。いや、やらんとか。おきれいおきれい。それでは壇上を読んでいきたいと思います。ちょっとごめんなさい、壇上モノマネなしでいきたいと思います。13位ソウさん、12位ペルーサさん、11位イシケンマシンさん、10位ライザンくんさん、9位クロニャンコさん、8位天然ガラスさん、7位アフロさん、6位アモズさん、5位ヒラタクさん、4位ホタテサマーさん、3位ナンくんさん、2位ダダダダムノさん、そして1位はドゥルルルルルルン、じゃじゃん、大塚さん、ありがとうございます。大塚さんでした。そして今日のラッキーナンバー22はドゥルル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 ルン、じゃじゃん、タケトさん、ありがとうございます。それでは明日は広島です。明日来ます？来る方いらっしゃいます？そう、59ぴったりにやります。久しぶりに見に来れてよかったね。お久しぶり、ありがとう。村田よりも今村美月もぜひ皆さんつぶやいてくださいね。リップも見てます。うん、それでは今日も一日お疲れでした。ありがとう。ロバイチロポイスミチュー、59分からやります。今日今から59分ぴったりになったらやりたいと思います。皆さんもやりましょう、七並べ。それではまたね、バイバイ。いい夢を見てくだされ。うん、あ、急がなきゃ急がなきゃ。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。